はい今回はですね打点についてお話ししたいいと思います当然、ゴルフ、まあ、打点とても重要ですよね主要3要素軌道、フェース向き打点ということでですね当たるところが球筋に及ぼす影響は非常に大きいと言えます。 で例えばアマチュアの方で「いやまあ、芯に当たんないんだよね」とか「なんか変なとこ当たっちゃうんだよね」って言った方はたくさんいらっしゃると思いますで。もちろんそれはスイングが安定してくれば少なからず悪いところに当たっても悪いなりに安定してくるというところがまず起きてくるはずです。なのでこの打点に関してはハンデキャップと必ず相関します。要はハイハンデキャッパーはいろんなところに当たるしローハンデキャッパーは基本的には芯に近づいてくるという傾向が 生まれまれすただそんな中でも例えばヒールに当たってる「困ってるんですどうしたらいいですか?」とか「動画に当たってるんですけどどういうふうにすれば治りますか?」といった質問をよく受けるわけですがもちろんこれはスイング的なアプローチで治すこともあれば実際にはですねその当たっているところが分かれば近づいたりいろんな何かをすることによって芯に打点を変えていくということがですよ逆に日々の練習の目的でもあるわけですよね。 で、よく私が使うのはこれということです。はい。で、もちろんラテンシール非常に有効で、どこに当たったかということがはっきりとわかるわけです。こういったものをですね。使わないとなかなかプロでもですよ。正確にですよ。どこだといったことは指し示せないわけで、正確に把握するためには、こういった分かりやすいツールを使う必要性があります。 私もちょっと打点シール貼ってみました三球まず打ってみますね芯に当てたいと思います当たるかな芯じゃない <laughs> はい。ヒールの方に当たりましたはい1球いきます 新、はい、近く方針はい、はい、ちょっと先っぽめかなはいはいコンマ先っぽめということでまあそれなりにばらつきましたけれども。 はい一応今みたいにですね打って自分の感覚とですね当たったところの差というのをしっっかかりりていく必要性があります私がプロでもアマチュアの方のレッスンでも思うことはですねどこに当たりましたかっていう質問に対して全くそこに対して感覚がない要はヒールだって言ってるのにもかかわらず例えば先っぽに当たったり。 下だと言ってるにもかかわらず、上方向に実際当たっていたりということがよくあります。こういった場合、実際日々の練習で練習を積み重ねていっても、打点といったところに対して正しく反省できていないので、次に打つショットというのが真に近づかないということが起こるわけです。なので、このような打点シールを使用して、まずどこに当たっているのか、これを改善するために、 試行錯誤しながら真に近づいていくというそういったプロセスが必要になってくるということが言えますで一応ですねこの打点に関して言うと可能性のある打点と可能性がない打点があるんです真に当たる可能性がない打点というのは例えばヒール上このエリアまたは頭の下側ここにたくさんボールが集まってしまう方の場合 極めめてて真にに当たる可能性を秘いいいいなな打点だなという,ふうに思いますプレイヤーっていうのは当然ちょっと振り遅れたりするともしくはフェード狙いだったりするとヒール下側の打点を使って打ちます自分から打つ場合にはそこを使って打つと考えてない場合は振り遅れてるからそこに当たって自動的に弱いちょっとフェードになってくるということが起こりますでまたドロー系を打つもしくはちょっとプリップするような動作が入った場合には塔の上側に当たったりしますそうするとこのエリア ヒール下から遠上のラインというのは真の可能性を秘めた打点ラインというこのラインですねこのベルトラインが必ず上級者のミスするときの傾向なんですなので遠の下側とヒールの上側というのは真に当たる可能性が極めて低いラインということで言えますねヒール上だともはや当たるところがあまりないと 通したでも芯の上を通過してないということでですねここでもし安定してしまっている場合にはなかなか芯で当てるということができないということが言えると思いますまあ、このあたり参考にしていただいて自分の打点をまずこの打点シールでチェックをしていただいてそこから安定させるどこに当たっているかということを意識して 練習することによってボールに対して近づいたらいい遠ざかったらいい、まあ、しもしくはティーの高さを上げた方がいい低くしたらいいこんなことを利用しながらですね打点を安定させていくとでその後にその打点が可能性を秘めたラインにあるのかどうかというのをしっかりとチェックしていただく、まあ、こんなことを考えていただければ打点に関しては非常に安定してくる方向になると思いいいまますす皆さんぜひです、ね、試していただければとと思います今回もごご視聴ありがとうございます。 チャンネル登録、いいね、コメントもよろしくお願いしますインスタグラム、ツイッターでも YouTube にない動画を発信していますぜひフォローよろしくお願いしますコロナに負けるな